エニ市立図書館は、北海道エニワ市恵の西五丁目に所在する市立図書館。2017年4月1日より、指定管理者制度が導入され、図書館流通センターが指定管理者となる予定である。エニ市立図書館の他に、エニワ文館、島松文館がある。建物に特徴があり、半円形型で、鉄筋コンクリート造り一部2階建ての建物から、 構成されている。北海道日建設計と渡辺建築設計の共同管理であった。1993年には北海道赤レンガ建築賞。1994年には日本図書館協会建築賞。1995年には公共建築賞の北海道地区優秀賞など立て続けに受賞し、建物は評価を得ている。2階の一部が吹き抜けになっており。 ギャラリーから1階を見渡すことができる。1階は遊びの部屋があり、小さなお子様を連れてきても安心して読書ができるようになっている。休憩コーナーでは一部だけ小上がり式になっている。1979年に絵には市民会館内に図書室が設置される。1989年に図書館建設検討委員会を設け図書館基本構想が策定。 翌年の1990年4月に、江庭市教育委員会に、図書館建設準備室が設けられ図書館基本、計画が策定された。6月には、江庭市民に向け図書館シンポジウムが開催された。シンポジウムには、市民からの要望や意見などが寄せられ、それを取り入れ図書館が設計された。そして11月に、めぐみやのめぐみやセンター地区の一角に、 絵庭市立図書館建設が始まり1992年7月に完成した。7月30日に本館と2つの文館も共に開館した。館内カウンターあらかじめ利用者カードを取得しておく必要がある。カードは本館、文館共通である。館内の本を借りたいだけカゴに入れ、貸し出し専用のカウンターでカードと本を出す。カードはバーコードでそれを認証する。 次に、本のバーコードを連続で認証することにより貸し出し、可能となる。一人2週間以内で何冊借りても無料である。返却する場合は返却専用のカウンターに置き、もし閉館していたら入り口のブックポストに入れる。返却は、本館、文館のどこからでも返却が可能である。開館時間休館日、JR 千歳線の恵組屋駅より北東へ、徒歩20分の場所に位置している。 エニワコミュニティバス巡環 AB コースのバス停留所、図書館より徒歩1分とアクセスが良い。周辺には研究施設や商業施設、中学校などがある。近隣には専門学校が所在し、学生の利用も多い。館外には隣接して、恵みの中央公園がある。エニワ市交流プラザマナビ館エニワ文館は、エニワ市緑町2丁目2番2号に所在するエニワ市。 交流プラザ学び館内にある、江庭市立図書館の文館である。正式名称は、江庭市立図書館江庭文館。2001年8月1日に、旧石狩森林管理所江庭事務所が閉鎖。2003年8月7日に、事務所を活用し、江庭市役所にあった江庭文館を移転し開館。構造は、木造2階建てで、1階は、図書室と入事室。 二階は集会室と会議室などがある。エニワ事務所をそのまま活用しているため、内部は旧石狩森林管理所エニワ事務所の面影を残している。施設開館時間休館日、リッチ JR 千歳線のエニワ駅より南西へ徒歩5分の場所に位置する。施設横は緑と語らいの広場があり、8月中旬にはエニワ駅前へ夏祭りが行われている。周辺には エ庭市役所、エ庭市立エ庭小学校がある。島松文館は、エ庭市一島松中町一丁目八番一号に、所在する文館である。正式名称は、エ庭市立図書館、島松文館。1992年7月30日に本館と、共に開館。構造は、木造平屋建てで、閲覧室の他研修室がある。本館とエ庭文館に比べ規模は小さい。 施設開館時間休館日、立地 JR 千歳線の島松駅より東南へ徒歩4分の場所に位置している。島松駅前通りに面しており、駐在所や病院など公共施設が点在している。年間を通して様々な取り組みを行っており、2015年度は22件185人の視察を受け入れた。子どもたちの読書の幅を広げようとして、 館の職員が選定した本語冊を詰めた本の福袋というサービスを行っている。夏休み期間中の1日に図書館、開館24時、図書室で24時まで延長開館を行っている。当日は通常利用が可能なほか、謎解き図書館、大人が楽しむ絵本講座など各種イベントが開催される。ありがとうございます。